レギュラー奪取へ、リボンが今の思いを語りました。リボンさん、はい、おはようございます。リボンさん、なんかね、最近ちょっとまあプライベートになっちゃうけど、ガチでレギュラー狙いに行ってるっていう、まあ、話してたじゃん俺ら。はいはい。どういう感じで思ってたの、それは。なんか思ってんの？ BC 始まってすぐとかは、まあまだ1試合し人数もいないし、まあ出れてたじゃん、でまあそこそこ意外と打ててて活躍ができたの。はいはい。まあ、ただ2期生とかいろいろ増えてきて、まあ俺よりポテンシャルがあって動ける選手が増えてくると、まあもちろん出れなくなってきて、まあその時にまあちょっと悔しいなと思ってたけど、まあまだ今以上の感じはなかったので、まあやっぱほぼもう最近試合あんまちゃんと出てないし、まあ出ても結果が残せてないしってなった時に、まあ何のためにやってるんだろうと思ったけど、まあどうしても試合出たいなっていうのがあって、まあ最近本当に頑張ろうかなって思い直したかな。なるほどね。それではリボンの経歴とレギュラーに対する思いを紹介します。野球を始めたきっかけは高橋由伸選手のホームランを見て、野球ってかっこいいなと思い興味が出てきました。小学校は大平中央クラブで小学4年生からプレー、2番セカンドでスタメン出場していました。その後同級生の誘いで名門小山ボーイズに入団、試合には8番セカンドなどで主に出場していました。中学3年の時には関東大会で見事に優勝、そして公式クラブチームの頂点を決めるジャイアンツカップに出場しています。高校は県大高崎に進学し、春の甲子園でベスト4に輝きました。キャプテンを務めていた長坂健也選手は現在阪神でプレーしています。ちなみに STBC の順平も同じ県大高崎にいました。リボンは特待で県大に入学したものの、怪我などで2年から学生コーチに就任、その時の悔しさから STBC ではレギュラーを取りたいそうです。リボンもずっとね、悔しい思いして、まあ、この2年、まあ、約2年、まあ、過ごしてきて、いつもそのリボンの打ち取られて打てなかった時、その下向いて帰ってくる姿、俺もちょっとなんか寂しかったし、やっぱりここでリボンが奮起してね、なんかレギュラーダッシュしてくれるっていう言葉を聞けて、俺は本当嬉しくて、やっぱキャプテンとしてね、同じ ST スタジオでもやってるし、でも STBC の選手としてやっぱリボン本当に必要だと思ってるし、ランナーコーチャーとかさ、なんかそのベンチで盛り上げるっていうのも、まあもちろん大事だけど、やっぱリボンがね、その言った通り選手としてリボンが活躍する姿をやっぱり視聴者も 見たいだろうし、やっぱりそこはね、あのリボン自身がやっぱ一番分かってると思うから、はい、今来年に向けてしっかり取り組む時期だと思うから、まあ高校ももう選手、まあ、ほぼやってないみたいなもんだから、1年でちょっとだけやって、あとはまあ裏に回っちゃったから、またねこういうところでもせっかく野球できるようになったら裏に回るよりはやっぱ選手でやりたいから ね、どうせだったら、別にね高校3年間みたいに期限があるわけじゃないし、頑張りたいですね。そうだね、はい。リボンがどんぐらいね意識変わったのかとか、あのちょっと今試合映像とか見せながらね、はい、ちょっと説明していきたいと思いますので、まあ今ちょっと本当に改革中なんで、はい、はい、じゃあ皆さん一回見てください。お願いします、はい。まずは昔のリボンのバッティングから見てください。まずは初戦ビッカーズ戦、バットを寝かし打った打球はサード正面、この辺りはサードゴロとなりました。外角のボールを逆らずに逆方向へ強い打球、結果はサードゴロでしたが、体は開かずお手本のようなバッティングができています。続いてはビクトリアの公式戦、一打同点の場面で打った打球はファーストライナー、追い込まれてからも大振りせずしっかりと芯に当てています。スイングもインサイドアウトがとても綺麗で、軸がぶれずにスイングできています。続いては今のリボンのバッティングをご覧ください。こちらは先日行われた練習試合での打席、打った打球はセンター前ヒット、捉えた当たりはまっすぐ、打つポイントがめちゃめちゃいいです。しかし体の開きが早いので、もっと我慢してボールを見た方がいいと思います。こちらは1年半前と現在を比べた映像、1年半前は全く開いていません。続いては2打席目になります。
打った打球はライトへのフライ。しかしタイムをかぶり、これがラッキーなヒットとなります。1打席目と比べてみましょう。体の開きが早い分変化球で抜かれてしまい、ポイントがかなり前になっています。続いては2試合目の1打席目、初球はまっすぐを見逃しストライク。続いて2球目、こちらは変化球を見逃し2ストライクと追い込まれます。1球目2球目と違う球が来て、どっちも同じ形で見逃しはあまり良くありません。振って合わせないと絶対にタイミングが分かりません。2ストライクと追い込まれ3球目、こちらは低めの変化球、空振りを取りに来た変化球を見逃せています。ただ見逃すのではなく、見逃すなら意図のある見逃しをしなければいけません。はい、ということでね、今リボンの映像、まあ昔の映像だったりね、打席とか見てもらったんですけど、まあ今ね、ちょっと信じに来てもらいました。信じから見てやっぱりリボンがこのまあ、レギュラー本当に取る気あるんだって、本当にめちゃくちゃ取る気あるんだって。まあ信じも今もう SBC 結成してからずっとリボンのこと見せてきたけど、でも、もうこの際だから別に全然このなんかリボンに思ってることというか伝えてほしい。まあでもとりあえずもしだそんな気持ちがあるのであれば、まず一つ何か自分の武器を作らなきゃいけない。今じゃあ特筆してお前が社員出るにあたって何かこうこいつでしょなきゃいけないっていうポイントはないじゃん。例えば敦也だったら鎌田だったらまあそれぞれレギュラーカピーだったら守備だったりとか、それぞれそのポイントがあってやっぱこの人じゃなきゃダメだっていうので出てるわけじゃん。でも今そこの武器がないからまず武器を作らなきゃいけないじゃん。例えばさチームで9人だけでだったら分かるけど、でもそういうチームじゃないじゃん。まあ俺らが出ててやっぱ出れなくて手伝いをしてる人がいるわけやから、であるならやっぱ俺らは結果で返さなきゃいけない。今までみたいにホホンってやってたら結局口だけだって出てもらっちゃう。気持ちだけで取れるものではない。見てる視聴者は分かんないと思うけど、やっぱりその動画とかカットしてるから全然分かんないんだけど、シンジも結構あのリボンに言ってあげてるのよ、ベンチから。それは何踏んであるとか、試合にシンジも向き合ってるからこそリボンにそう伝えたりしてるわけで、まあどうでもよかったらそのことも言わないだろうし、でなおさらね、今後ねもうリボンが本気でレギュラー取りたいって思うんであれば、まあそれも増えてくるだろうし、でもリボンもそれでいいっていう感じだから、気持ちはね、まあ俺は受け取ってる。今シーズンかな、結構俺多分リボンに対してまあいじってる部分もあるし、本気で思っていってるところもある。本当に何してんのっていう、何を考えてそういうプレーしてんのって思って言ってるのっていうのは、多分3期生の子だったからしたらちょっと厳しくないっていう目になるかもしれないけど、俺は SCBC が始まった当初のリボンを見てるから、その時のリボンっていうやっぱりその打席でも長く打席に立ってて、やっぱカットしたりとか際どい当たりとか、まあ、ヒットを量産してたってわけではないけど、まあその打席でちゃんと考えて立ってるのかなっていうのもあったけど、やっぱりそれがこう年々そういうのがなくなってきて、それこそ3球で終わったりとか、まあ、例えば甘いと見逃して低めの変化球したりとか、まあ今本当にベンチとかで見てても、あこの打席三振するなと思ったら大体三振するし、それがやっぱ1年目の時とかは、あそれもカットできるんだとか、あそういうカットできるんだ、あそういうバッティングできるんだっていう意外性があったので、今はもうその意外性がないから、意外性も俺は武器だと思ってるから、みんなはみんなその意外性を出せるよねって言って、やっぱりその人と違うような考えを持ってたりとか、人と違うような感覚を持ってるからこそ意外性っていうのが、そういう武器が1年目あったけど、今シーズンとか見るとやっぱそこもなくなっちゃったから、まあ出るのであればそういう1年目最低ラインだよね、1年目のあの状態が。正直今のレベルだったら俺は無理だと思ってる。まあでもリボンがそういう風に言うのであれば、今まで以上に俺は突き詰めるとかは突き詰めるし、それはやっぱレギュラーの人に対してやってることだから、それぐらいの覚悟を持って頑張ってください。はい、まあ、俺だってもちろん信じも正義もみんな準備だってリボンに期待してるわけだから、まあ諦めんねんすね。まあ、諦めた瞬間もうおしまいだから。だから俺別にその友達としては仲いいかもしれないけど、マジで本当に野球に関してはマジで何も言わなくなる。諦めたと思った瞬間リボンも覚悟決めてるので、皆さん応援しちゃってください。お願いします。はい、それではね、リボンの来年に期待しましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。この動画を撮る前に正義監督とも話をして、選手としてレギュラーを取りに行くことを伝えました。
シンジは野球に対して誰よりも真面目だからこそ真剣にアドバイスをくれました。自分で決めたことなのでしっかりと努力してレギュラー奪取していきますので応援よろしくお願いします。